田美智子のいい加減にちゃんと。この番組は株式会社オフィスサッキーがお送りします。ご機嫌いかがですか、浅賀美智子です。前回元気なうちに整理をしましょう、いつやるの、今でしょと叫んで終わりましたが、その今とはいつぞやという話ですよね。まさに今聞いているあなた、今です。若いうちにやっておきましょう。あ、もうすぐちょっと更年期が始まる、そんなあなたでもいいんです。体が動くうちに、気力のあるうちにぜひ行ってほしいんですね。片付けがね苦手だからできないっていう方が結構多いんですけれど、でもこれはね意外と皆さん自分に厳しいからそういう言葉が出てくるんですよね。きっとね最初から完璧を求めすぎてる、これがダメなんです。苦手だから、私はセンスとかないし、どの収納ボックス使ったらいいか分かんないしなんて考えないで、まずは必要なもの不必要なものを分けてみることが大切なんです。でね、初めから上手な人なんてそうそういないし、元気なうちにやっておけばいろんなことが滞らずに、もしかしたら新たな趣味が見つかるかもしれないし、昔のお宝が出てきてね、それに浸ることもできるかもしれないっていろんな希望を持って、片付けがうまくいったらいいことがある、そう思いつつね、作業を進めていってほしいなと思います。で、苦手な人、そしてどこから始めたらいいかなって悩んでいる人、ぜひちっちゃいところからやってください。引き出し、メイクボックス、リビングの棚、もうどこだっていいんです。ほんとちょっと手に届くところから始めてください。綺麗になったりね、すっきりするとその喜びと手応えを感じることができるんですね。少しずつ少しずつ自分の人生の片付けに入っていくことをおすすめします。ここで写真から、じゃあやっちゃう、生前整理と一緒でしょなんて思った人、それはブブーですよ。そこが一番難しい。思い出は一番最後に残しましょう。まずは自分が見て気になるところからやっていくことが大切です。自分自身の生活を見直すことによって、整理というのを促進することができていくことになります。で、まずはシンプルに必要不必要なものを分けてみることが大切なんです。この話をするとね、今生前整理とか老前整理、元気なうちの整理でしょって思うかもしれないけれども、結局整理って基本そこなんです。でね、生前整理、元気なうちに整理だって言うと、もしかしたらよし、証券、株券、銀行口座、ここから攻めていこうっていう人もいるかもしれませんが、ここ結構厄介じゃないですか。触り出したら時間かかるんじゃないですか。その場所が好きな人はその証券だったりとか株券だったりから手をつければいいんですけれども、片付けが苦手な人はここはちょっとなるべく後に取っておいた方がいいかなって私は思っています。片付けるということがどういうものか、どうやったら自分の手順に合っているかというのをまずは確認してみることが大切なんですね。で、次回はですね、エンディングノートとこの整理両方合わせながらどうやって片付けを促進していこうか、そんな話をしたらいいかな、いいとも次回はエンディングノートと片付けの話をします。さて、この番組ではあなたからのご相談ご質問もお待ちしています。メールはオフィスサッキーのホームページから、お問い合わせメールフォームにお送りください。お待ちしてます。この番組は片付けられないあなたを絶対に責めません。一緒にね、のんびりと整えていきましょう。浅賀美智子のいい加減にちゃんと。この番組は株式会社オフィスサッキーがお送りしました。